それではここから食べ合わせに抜群だという調味料を持つメンバーがこのスタジオで新たな食べ合わせグルメを発掘していきます。名乗りを上げたのは藤吉を含めたこちらの5名。それぞれ普段何にでもこちらの調味料をかけるそうなんですが、うがいも何かある、はい、私ウニソースです。いや急に高級だ聞いてた今ウニソースケチャップとかの話わさびとか作り上げてるじゃん。なんかもうウニソースはうまいだろうよ。いやもう最近発見したんですけどそれ美味しくて今朝も目玉焼きにかけて食べました。それどういうひいきのシェフが作ったウニソースとかそういうこと？いやいやいや、あの私11月8日に卒業写真集を発売させていただくんですけど、その撮影で北海道に行った時にたまたま買ってきました。写真集のとこだけちょっとカットします。入れなきゃでもね。ということで新たな食べ合わせグルメを発掘すべくこちらの料理を用意しました。直で行くのそれ？なんか取り皿取った方がいいんじゃない？あ、そっか、かけちゃった。そこだけ箸逆にしなくても大丈夫よ。取ってねえからその箸。今もう育ちの良さ出ちゃうから。これだ。見つけた。これ美味しいです。食べて美味しいです。美味しいです。なんかまずこのソースを初めて食べたんですけど、めっちゃウニの香りがします。美味しい。ウニすごいね、全部香り強いですよね。これまあ何にでも合うな確かに、